皆様すいません、大変お待たせいたしました。本日はですね、12月のお忙しい時期にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日のですね、トークセッションはこちらのですね、チベット体操でミラクルライフというマートル社さんから先ほど出版されました、書籍、こちらの刊行を記念しまして、著者である梶本恵美さん、本業はシナリオライターでテレビ、ドラマ等を書かれている方なんですが、この梶本恵美さんにお越しいただきまして、チベット体操の、魅力ですとかそういったものをお話ししていただくとともに、実演も少ししていただきますので、全く今までチベット体操を全く体験するのがどなたかお分かりでない方にもお分かりいただけるのではないかと思いますので、どうぞ皆様楽しみにしてみてください。で、今日はですね、そのお話の他にもこちらの書籍をお求めいただいたお客様にですね、梶本先生からサインもしていただく、サイン会もご用意してますので、合わせましてそちらもどうぞご利用ください。はい、それではじゃあ、はい、じゃあ早速梶本先生をお呼びしたいと思いますので、はい、お願いします。じゃあ皆様拍手でお願いします。アンケートを書いていただいた方、今書いてくださっている方、まだ書いてくださっている方いらっしゃいます？あ、はい。いいですか？ありがとうございます。今日はチベット体操についてお話をさせていただきまして、今多分ご紹介いただいて、はい、ありがとうございます。ご紹介いただいて、私本業はシナリオライターをしてまして、テレビドラマを中心に書いています。20年ぐらい書いてるんですけども、見てくださった方がいらっしゃるかどうか、NHK のドラマだと時代劇でオンエアとかセミとか、あと男前とか、今年だったら1月ぐらいから温室800夜長で舘ひろしさんのドラマとか書かせていただいて、あとはお昼のドラマはよく書いてたんですけども、TBS でコスメの魔法、ともちゃん出てくれましたねコスメの魔法、万代作のコスメの魔法とか、あとは、きっぱりって奥山修さんのきっぱりとか書かせていただいてました。でその前というか、いろいろ書かせていただいてたんですけども、かつて、殺人事件をシリーズで書かせていただいていたことがありまして、土曜ワイドで、山並みサスペンス、親子なんだっけ、藤谷美紀ちゃんが主役だったんですけども、まあ、それはちょっとまあ、子供を育てないといけない生活は大変な時でもありまして、なんでもかんでも、もうとにかくお仕事をありがたくやらせていただいてたんですけども、どうしても殺人事件を書くのが辛くなってきて、で、もうできれば卒業したいと思いながら、自分からね、降りるって言えなかったんですけど、チベット体操をやり始めてたのかな、なんか自分から降りるって言わなくっても、なんかこう、いろいろな流れの中でやらなくていいことになって、でも、なんか今もね、まだ再放送してるんです、だから前科持ちはね、やっぱしなかなかね、
もうなかなか卒業できないみたいで、この間も見たよとかって言われてたんですけども、今はもうそうですね、皆さんに、皆さんがドラマを見てくださって明るい気持ちになったり癒されたりほっとしたりとか、そういう感じになっていただけるようなものを書きたいと思って、そういう仕事を引き寄せています。で現在は今去年から取り組んでいます韓国を舞台にした、なんですかね、家族の物語、女の子が主人公と家族の物語を書かせていただいています。でそんな中で私はチベット体操の方は、これは先ほどこのアンケートでご質問もあったんですけども、本当に一冊の本から本を見つけてやり始めただけなので、チベットでラマ僧に習ってきたわけでもないし、ちゃんとした先生に教えていただいてやったわけじゃないんですね。本当に一冊 の、 赤さの泉っていう本を純武堂さんじゃなかったんですけど、朝日屋書店さんで平積みしてあるのに惹かれまして、若さの泉って書いてあるその若さっていうのになんかこうピンときて惹かれてみたら、チャクラを活性化するとか、チャクラの回転を整えていくって書いてあったので、なんとなくなんか分かんないけど買おうと思って買って、で私は本当に全然運動しないし、毎日机に向かってるだけの本当に運動音痴の人間だったんですけども、これはちょっとやり始めました。で若返るって書いてあったからやり始めて、でやり始めて3日目で鏡の前でやってたんですけど、3日目で鏡見た時に可愛いと思ったんですよ。でこれは本当に若返るかもしれないと思って一生懸命やりました。で2週間ぐらい経った時にちょうど友人も一緒に始めてたんですけども、彼女は私の8歳ぐらい、7、8歳下だったんですけど、もうドア開けて2人会った瞬間若返ってるってもう指差してあって、でその彼女はその頃ね39歳ぐらいだったかな、なんか30代後半だったと思うんですけど、女子大生と間違えられました。やり始めて2週間で、それぐらい若返った。だから私が自分が若返ってる時もその相手がねすごく若返ってたので、それでこれは本当にすごいかもしれないと思って、今から思えばやり方相当めちゃくちゃだったんですけども、立候補パターンしながらやりました。で間もなくちょっと一度どんなものか見ていただくのにパフォーマンスやりますけども、チベット体操やってらっしゃる方っていらっしゃいますか？2人、はい、3人、はい、じゃあ後の方はどんなのか見たことあります？見たことはある？ない方？全くない方？じゃあ今話しても何のことか分かんないですよね。じゃあチベット体操をちょっとじゃあ先に見せますね。いかの先に、はい、ルーツはインドの古代ヨガと言われています。インドの古代ヨガがチベットに伝えられて、チベットのラマ僧がずっと口伝で今まで伝えてきたというふうに本には書かれていました。だから形ポーズはもうヨガにあるポーズなんですね。ただその中で5つ、たった5つだけが選ばれて、しかもその組み合わせ方、順番、それがやっぱすごく考えられて一番効果的に作られてるんですね。で私も何もわからないでやり始めたんですけども、やってみてやっぱしすごく効いたのと、あとは教室をやってて皆さんいらっしゃるとものすごい効果があったり、あるいはすごいそのはいはいはい、待っていいですか、はいはい、いろいろそのヨガをやってらっしゃる方とか、いろんなエネルギーのことが分かる方とかなんかがやっぱりチベット体操やられるとこれはすごいっておっしゃるんですね。これはすごいヨガの実効性がある。だからこんなにたった5つの体操でチャクラが全部整うものは見たことがないとおっしゃって、だからやっぱりすごいんだなって。はい、朝子ちゃんどうぞ。はい、はい、私の娘のさや子です、私も四ツ谷で教室されてるんですけど、彼女も四ツ谷で教室されてます。なんか履いてんの？靴履いてる？靴脱がないとやるときに。あ、うん、場所はどちらで？ここでもうちょっとこっちにしようか、はい、今からちょっとやりますので、
のチャクラがあるので、そこに指を合わせて指先を見つめながら深呼吸します。鼻から吸って口から吐いて、これを 2,3 回するとスーッと落ち着きます。最初の回転でね、ちょっとクラクラしちゃう時があるんですけど、これすればスーッと落ち着きます。で、落ち着いたら2番目のポーズいきます。2番目のポーズは仰向けになります。はい、仰向けに寝て、はい、手は体側に指先まで揃えていきます。で、足揃えます。はい、足揃えます。はい、じゃあ息を吸いながら、鼻から吸いながらゆっくり、はい、足を上げて、同時に、はい、顎を胸につけます。この時肩が浮かないように、肩だけあります。今度吐きながらゆっくり下ろします。ゆっくり下ろします。しっかり下ろします。これを3回行います。これ見てたら楽そうに見えるけど、これ相当腹筋きついです。普通に腹筋するよりずっときついです。呼吸をゆっくり、はい、降りたらリラックスに、腰幅だけ開きます。腰幅で、ここを立てることが大事ですね。こうバタッとならないで必ずちゃんと立てます。で、お尻に支えて最初吐きます。腰痛い人はね、はい、腰がちょっと弱いと思っている方は腰を支えて、そうじゃない方はお尻で最初息を吐きます。吐くとき顎を胸につけて喉を締めます。吐き切ったら、はい、吸いながら反ります。この人柔らかいからすごい反れるんですけど、ここまで最初しなくていいし、あとここはまっすぐなんですよね。ここからは反る、この胸だけです。はい、で、これ3回です。はい、はい、吸いながら反ります。喉を開いて、胸を開いて、みぞおちを開く。4番目はテーブルのポーズと言ってますけども、はい、足は肩幅に開いて、膝と膝の間にドッジボール、小さめのドッジボールを挟む意識で、手は肩から下ろします。で、最初息を吐きます。吐くとき下ろして、吸いながら頭の後ろ、そこに体を押し上げて、テーブルの形で吸い切ったら息を止めます。吸ってる時と息を止めてる時は肛門を締めます。息を止め終わったら吐きながらゆっくり戻ります。吐く時はもうこう入れてです。で、元の位置まで戻ります。そしたらまた吐いた、吐き切ったら吸いながら頭を後ろで、チベット体操でポーズ、息を止めるポーズはこの4番目だけです。チベット体操、あとのは全部呼吸の流れとともにやっていきます。この4番目のポーズだけテーブルになったときに息を止めます。はい、4番目終わりました。じゃあ
に肩幅に足開いて立ちます。はい、で立て伏せましょう。ここからスタートです。最初全身ついてますけど、ここから一瞬体を浮かせます。全体的に少し浮かせます。はい、そのままグッと入ります。はい、吐きながら戻ります。これ今ちょっとパンツが見えるんですけど、下ついてないですか。はい、吐き切ったら吸いながら、はい、お尻まで頭の中かかとをつけます。吸います。吸い切って吸い終わったら、はい、吐きながら、ここまで、ここもつかないで、つかないで、はい、吐いて吸って、これでここがね、すごく伸びます。で、最初の頃かかとつかない人多いんですけども、これ毎日やってるうちにかかとつくようになるし、かかとつく頃にはここがきれいに伸びてますから、これすごい骨盤矯正になります。だから私はデニムは昔30インチだったんですけど、今26か7が入るんで、その中体操完成した頃26インチになりましたから、ね、3ヶ月はい。そして今5つが全部終わったら、はい、足少し開いて手のひらを上にして、この状態で深呼吸でずっと今のとってもいいエネルギーになっていまして、これがすごく大事。この実はこの一番最後のこのポーズが大事です。このポーズのために1番から5番をやる。5番までやってもパッて起き上がってもういきなり日常に入ったらすごくもったいない。5番までやってこの状態になった時にとってもいい瞑想ができるぐらいの状態になっていますから、その時にすごく気持ちよく5分ぐらい、時間が許す人はもうちょっとしてもいいんですけども、この状態がとても気持ちいいです。はい、ありがとう。はい、今日はね、1週間経ったら今度は2回ずつ増やして、2回っていうのは回転3回だったのを回転5回にして、腹筋5回にして、全てのものを5回やって、それをまた1週間続けます。でまた今度、1週間経ったら2回増やして、1週間ごとに2回ずつ増やしていきます。だから3、5、7、9、11、13、15、17、19、21って10週間で21回まで。で今のポーズを21回というのは結構、回転も21回、腹筋も21回で、21回かなりきついです。21回いくまでもきついんですけども、ただチベット体操のいいところは1週間に2回ずつ負荷をかける。だから1週間やってるとだいたい筋肉というか全てのものがだいぶ慣れてきてできるようになってくるんですね。 できるようになったところでまた2回だけ負荷をかける。その次の週は、まあ、例えば5日ぐらい経って、あ、だいぶ少し楽にできるようになったかなと思ったところで、7日経ったら今度5回になるんです。またちょっと負荷かかってるからまたちょっときついんですけど、それでやっていって慣れたかなと思ったらまた負荷をかけて、その負荷をかけることがすごい大事 で順番に負荷をかけながらとうとう21回できるというか、21回やるんですね。で21回やってからはずっと21回やります。だから私も完成してからは、まあ、よっぽどいろんなことがあったときは別として基本的に21回をずっとやってます。でこの21回やるというのがとても意味があるというか、効果があって、3回からずっと始めても、私はね、3回を3日目で自分で可愛いと思うぐらい変化があったんですけど、でもやっぱり21回からの変化がすごいですね。21回やってから、そこから続ければ続けるほど若返るし、それから全ての調子が良くなったとても体操です。で、チャクラって聞いたことありますか？チャクラって知ってる人？
人間のこの体の中に目には見えないんですけども7箇所エネルギーセンターがあって言われています。一番下1、2、3、4、5、6、7つあると思います。でそのエネルギーセンターというのはこの円錐状にこう回転している。だからチベット体操、チベット体操ってチャクラの回転を整えるものなんですけども、最初の回転ありましたね、このずっと3回前のあの回転はそのチャクラの回転を最初にシュッとこう整えていきます。でチャクラの回転というのが本をねもう読んでくださった方はちょっと重なっちゃいますけども、人間はこう年を取っていくとともにそのチャクラの回転数が狂ってきちゃうんですね。早くなったり遅くなったり、7箇所のチャクラの回転が、早くなっちゃったり遅くなっちゃったりして調和しなくなっちゃう。でそれが老化であり、それからそこでそこの狂ってるところ、早くなりすぎたり遅くなっちゃったりしてるところが病気の原因になるって考えられています。でそのチャクラの回転を全部同じような速さ、元の一番いい速さ、もともと早すぎず遅すぎず、早すぎてもダメだし遅すぎてもダメだし、そういうふうに調律していくための体操です。そのために考えられている。でヨガも同じで、ヨガもやっぱりチャクラの回転を整えていくものだし、チャクラに効果がある、チャクラを活性化するもので、チベ体操も全くだから効果は一緒です。効果は一緒なんですけども、ヨガと違うところは、ヨガやってらっしゃる方ヨガはたくさんポーズがありますよね。チベット体操今見ていただいたたった5つですから、あれをやるだけでいいんです。ただし毎日、この毎日が大事なんです。でチベット体操やるなって教室したりとかするうちに、私もいろんなことを勉強してて、少しずつこう、だからチベット体操がそんなにいいんだってことが分かってきたことの一つに、セロトニンって皆さん聞いたことありますか？セロトニン、ドーパミン、セロトニン、アドレナリン、三大ホルモンと言われている神経伝達物質ですか。その中のセロトニンをすごく活性化します。でそれは実際に板倉理沙さんというね、チベタスを教えてらっしゃる方が、もう3年くらい前なのかな、東洋大の先生にちゃんと数値を測っていただいて、チベット体操する前とした後で数値を測って、そしてやっぱりセロトニンが活性化されて数値が上がっているということが分かっているんですけども、セロトニンに関する本よく出てますけど、それ見てると本当にセロトニン活性化した時の効果っていうか、同じことがチベット体操に起きるんですね。例えばチベット体操してると、なんかなぜか皆さん21回完成している人っていうか、チベ体操ここでもしどなたかやっていただいたらすぐに分かるんですけど、目がバンって開くんですよ。なんで目が開くのかな。でチベ体操やってる人は目がパチッとしてる。私ももともとは一重で細い目だったんですけど、目がこうどんどん開いてきて二重になっちゃったんですね。で皆さんそうなので、なんだろうと思ってたら、そのセロトニン活性化の本に書いてあったんですけども、高重力筋、重力とともにこう全部ねお肉は落ちてっちゃうんですけど、それを上げる筋力がセロトニンは、セロトニンが活性化されると、それを上げる筋力がつくんです。だからチベット体操はセロトニン活性化されるので、ここ曲がってくるしね、ここ曲がってくるし、ここ曲がってくるし、お尻曲がってくるし、全部上がるんです。上がってくる。だからそれってチベット体操ってやっぱしそれ効いてるなっていうのが分かる。からあと毎日チベ体操を毎日やるというのも、なんで毎日なんだろうと思ってたんですけど、それもセロトニンと関係あるんですが、セロトニンっていうのは例えばセロトニン活性化するためには太陽の光を浴びるとか、リズム運動をするとか、いろんなことがあるんですけども、そういうことをしてセロトニン活性化することを短期間だけやってもダメらしいんです。でこれもチベ体操とすごく重なるんですけど、ある程度までセロトニンそういうことをして活性化しても、ある時期が来ると逆に何て言うのかな、数値が下がっちゃうことがあるんです。でそこを超えて3ヶ月って書いてありますね。3ヶ月やり続けるとその本当のもっと上げるところに行くらしいです。
だけどその下がっちゃうの でその下がっちゃうというところはチベット体操やってて、よく好転反応というんですけど、いろんなその中の毒素をデトックスしだす時があったり、ちょっとなんか調子が悪くなったみたいに感じたりする時があるんですけど、それと同じ頃なんですよね。だからあ、そういうことなのかなって、あの一旦こうちょっとその仕掛けはね、私あのそういうのがちょっとうまく説明できないですけども、一旦下がるんですけども、下がってから上がるような仕組みになってるんですね。だからその下がった時にあのやめちゃったらダメで、3ヶ月やり続けるとそこの、数値に完全に上がるらしいです。切り替わるらしいです。だから3ヶ月やる。でチベット体操っていうのは10週間で完成しますから、完成して2ヶ月10週間って何ヶ月ですか、3ヶ月近いですね、多分ね、2ヶ月ちょっとですね。でチベット体操完成してから2ヶ月すればもう確実に周りの人が分かるぐらい S 字になっちゃうんですけども、それとセロトニンってやっぱし関係あるんだなって最近分かりました。という感じで、あとはそうですね、代謝を良くしたい、長時間立ったり歩いたりできるようになった。代謝はね、ものすごく上がります。今3回だけやります。5分ですけど、たった5分だけど汗出てきます。冬でも汗出てくるし、すごく代謝上がりますね。私チベット体操してるので、まあ年齢、自分の本当の実年齢よりは代謝がずっと高いと思うんですが、代謝で高いおかげで、例えばね、体重が 1,2 キロポンと増えても簡単に2日間ね、1日2日ぐらいにポンって戻ります。この間ちょうどちょっと休暇をいただいてハワイに行ってきたんですけど、ハワイで2キロぐらいポンと増えたけど、帰ってきた次の日にはもう戻るって、もうやっぱり代謝が高いからですね。で秋吉久美子さんがね、四谷の教室の前に来てくださってたんですけど、チベット体操ってすごいわねって言って、1、2キロは簡単に戻るって、彼女はヨガもねやってらっしゃるんですけど、秋吉さんはチベット体操はインドに7回行くのと同じぐらいすごいらしいですっておっしゃったんです。インド行ったことないから、それはどんなことなのか分かんないですけど、でも7回行くのぐらいすごいらしいですと言って、いろんな人を呼んでくれて、肩こり、足の先の冷えって書いてありますけど、こういうのもちゃんとチベット体操をやっていると治ります。で本を見ながら2、3回って書いてあるんですけど、2、3回というのは 2、3回やったことがあるということなのかな。これ毎日やるものですからね、毎日やってください。あとはチベット体操の効果でいうと、今言ったその若返るとか、あと、ダイエット効果はすごくありますね。今京都の教室の方で、ウエストが20センチ、すごいですよね。でも20センチなくなるっていうのは元が何センチだったんだろうと思ったけどダブダブの服着てらっしゃるので、今現在の体の形もあんまり分かんないんですけど、今60センチだとしても元80センチですよね。お顔はそんな感じじゃないから分かんなかったね。20センチ最初1ヶ月やった時に13センチ落ちましたとおっしゃってて、で完成して今京都の教室に座ってくださってるんですけど、20センチ落ちました。体重はその方の場合3キロぐらいしか減ってないっていうのは、多分筋肉がつけたんだと思うんですね。筋肉つけばね、筋肉の方が重いですから。であともう一人、やっぱり最近の話題でいくと、京都の教室4月から始めたんですけども、この前行った時に2人の方がマット並べて準備してくださってて、で1人の方はよく知ってる生徒さんだって、もう一人の方は知らない方だったので、その方が誰か連れてきてくださったんだと思って、初めましてって挨拶、よく見たらよくよく知ってる人だったんですよ、完成してる人で。
彼女があまりに変わってたので書かなかった。それはよくあることなんですけど、7キロ痩せたんですね彼女は。だから完成してまだ1ヶ月ぐらい、だからまあチベ体操初めて3ヶ月ぐらいだと思うんですけど、7キロ痩せちゃったら後ろ姿とかがもう違うんですよ、ラインが。で、もう S 字になっちゃってっていう感じに、ダイエット効果はすごくありますね。代謝が上がるし、筋肉がついてくるからどんどんいらないもの落ちますから、贅肉は落ちます。で、じゃあ細い方はどうなるかって言ったら、すっごくね華奢な方とか細い方もいらっしゃるんですけども、そういう方は綺麗な筋肉、もともとチベタスってインナーマッスルがつきますから、綺麗な筋肉がついてモデルさんみたいになっちゃう。本当にスッと軸が整って姿勢が良くなりますからね。これもセロトニン活性化した時も姿勢が良くなるっていうのが共通点なんですけど、あとはですね、ダイエット、それからあと精神的なことも変わります。チャクラっていうのはもともとホルモンの内分泌に関係しているその肉体的なことだけじゃなくて精神面も全部司ってますから、チャクラの回転が狂っているところが自分のね精神面の弱いところとか不安定なところが出ちゃうんですけど、それが整っていきますので精神的にもいい状態になります。で、私で言うと、私はかなり激しい性格だった、あれ娘に言った、愛想に言ったのか、最後はよく知ってますけど、彼女はママが自分体操してくれて本当に良かったって時々言うんです。もう昔は激しくて壁に穴とか開いてましたから、もうこうやってバーンとかやっちゃうんですね。だったんですけども、もう今は穏やかで1年に1回ぐらいしか、多分1年に1回ぐらいは今でもプッチーンってなる時あるんですけど、でも基本的にそうですね、怒らなくなります。これもセロトニンもそうなんですよね。非常に穏やかになるし、それからこれは私だけじゃなくって皆さん教室の生徒さんがそうなんですけど、少し小さなことでも全部ありがたかったり嬉しかったりハッピーに感じるようになるんですよ。だから毎日楽しいし幸せだし、で自然に教室の中で感謝しますっていう言葉が出る。それはなんか宗教じゃないんですけども、もう本当に皆さん自然に感謝するっていう気持ちが起きたり、あるいはそういうことが増えてきます。であとね、何が起きるか、後天反応っていうのがあるんですけども、後天反応って多分他でも聞かれたことあるかなと思うんですが、後天反応でよく転じる反応、だから物事が良くなる前に一度こういらないものとか全部出ちゃうし、デトックスことがあります。でそれは体の中からも出るし、だから湿疹が出たり熱が出たり、あるいはね、おしっこで出たりとかいろんな出方があるんですけども、精神面でも出るとき出ますね。だから今まですごくいい人っていうかね、人に気を使って自分は我慢して抑えてた人がどうしても我慢できなくなってきた。だから私の逆ですね、私でもバン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 やっちゃってたのが穏やかになったのが、その逆にすっごくそうだったのいい人やってたんだけど、もうそれは無理してたわけでバンって出ちゃうんですよ。でもそれも OK なんですよね。一時的に人間関係その辺ちょっとね悪くなるかもしれないけど、出したいものが出る。でこの間おかしかったですね、2人同じ職場から来てる方がいらして、で、それはチベタスやってる方で、ね、いらっしゃってて、2人ともがちょっとこう問題と感じてる上司の方かなんかいらっしゃって、人がどっかに飛ばされたらしいです。だからなんかそういう力もついてきちゃう。それはねだん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 ついてくるんですけど、まあ、個人差ありますけど、だからこうありたいなと思うことは引き寄せるし、割とそういうことが頻繁に起きるようになります。でそれは私は思考の現象化って本を書いてるんですけど、自分の
思っていることを現象化させる、引き寄せの法則ってね、皆さんお聞きになったことあると思うんですが、それと一緒ですね。自分の思っていることを引き寄せる力が強くなります。であともう一つシンクロニシティ、共時性というんですけども、何かちょっと思ってたことが起こってくるみたいなね、そういうことも多くなります。そういうことだらけで、なんかミラクル、だからタイトルね、チベット体操でミラクルライフっていうのをつけたんですけど、この前そのうちの娘と11月の終わりから12月の初めにかけてハワイに行ってきたんですね。でそのハワイに行って2人で、ビーチを歩きながら、ワイキキの方向かってビーチを歩いてて、で私霊気ヒーリングというのをしてるんですけども、その霊気のお師匠様毛利先生という方がの夢を見たんです。ハワイに着いた次の日で、今日毛利先生の夢見たのって言ったら、あ毛利先生ハワイにいらっしゃるからねって娘が言うんです。でいや毛利先生ハワイ来たはるけども、私たちと入れ違えて帰られたでしょって言ったら、うんそれママ間違ってる、毛利先生今いらっしゃるって。あそうなのって、どこにいらっしゃるのかしらって言って、ビーチから表通りに乗って出たんです。でちょっと歩いたらそこにいらっしゃったんです。すれ違ったんです。それで堀先生って言ったら、帰られる時に荷物持ってらして、今から空港に行くっておっしゃったんですけど、すれ違っちゃったんです。でチーズケーキ&ファクトリーってね、美味しいレストランのお店のちょっと過ぎたところだったんですけど、そこで一緒に写真を撮りました。でそこのお店はなぜかその誰かに会っちゃうんですよね。そこの店の中というのはこう店の前というか、まあそれはね、日本人がよく通るんだって言ったらそれまでなんですけど、でそこのお店で娘と一緒にご飯を食べてたら、日本から電話がかかってきたんです。で日本時間でいうと9時前なんですね。でそれが珍しく私 そのさっき言ってた2時間ドラマを一緒にやってた女性のプロデューサーなんですけども、私の業界の方がそんな朝早く電話されることってまずないんですけど、かかってきたんですよ。でもしもしって梶本ですって言ったら、いやなんか自由が丘で今度チベット体操をね、東京セミナーでやられるのねって、そのチラシがあったから、なんかちょっと梶本さんだと思って電話したのってかかってきて、あそうですか、私今ハワイにいるんですって言ったら、その方私はもう前から聞いてしてたんですけど、彼氏がハワイにあるんですよ。それで、ハワイにいるのって、じゃあサムに会ってって言われて、で私たちが食べてた店のちょっと先のポリボックスの隣のところに働いてはるんですけど、サムに会ってって言われて、すごい興奮されてて、まあ、ちょっとお会いできなかったんですけども、だからそのタイミングで電話してくるのもすごく不思議な、もう1年に 1,2 回電話いただくような方なんですけど、そういうなんか面白いことっていうか不思議なことがありますね。だからこういうことを、こういう情報が欲しいとかと思ってたら、そういうことがもうパッと飛び込んでくるし、シンクロニシティに関してはもう本も一冊書けるぐらいにいろいろ起きますね。で最近は嬉しかったのは、私は宮崎台のところに住んでるんですけども、そこの家のそばに一つ小さな仕事場を借りてるんですね。その仕事場、私の部屋の下がずっと空き部屋になってて、何ヶ月も空き部屋になってて、でちょっと歩きながら、そういえばここずっと空いてるなって、前いらっしゃった方2年ぐらいいらっしゃったけど2回ぐらいしか挨拶しなかったなと思って、そのと来たら大家さんが降りてきはって、大家さんが、梶本さん明日下にお引っ越ししてこられますって言ったら、そうなんですかって、どういう方ですかって言ったら、浅見野の劇団でね、浅見野の劇団ってどこやろうって言ったら、劇団四季、劇団四季の俳優さんって言って、なんていう方ですかって聞いた、お名前を教えてくださって、すぐにインターネットで調べて、そしたらコーラスラインに出てる方だったんですけど、なんかすごく嬉しくて、でそれでそれが何がシンクロにしていいかって言ったら、私がちょうどその 1,2 ヶ月前に ある通して知り合った方で、今度一緒に舞台やりましょうって言ってる方が元劇団四季の方なんです。その方が主催される劇団と一緒にやりましょうってことになります。でその方とはすっごくいろんなシンクロが起きたり、スピリチュアルな面でも通じるものがあったから、
最近こう劇団四季のこう意識が向いてたんです。そしたらその人が後輩なんですけど、僕の後輩ですって連絡したら、僕の後輩ですよく知ってますって、その人がうちの下に来ちゃって、で、その引っ越してこられた次の日電車に乗りました。そしたらいつもと違う車両、ちょっと降りる駅の都合で一番前に乗ったら、ポンと乗ったらコーラスラインのポストがボンとあって、その人がずっとあったんですよ。私思わず写メを撮って友達に送ったりしてたんですけども、ね、なんかそんなことがあったり、そういうシンクロニシーですよね。で、あとはもう一つは直感が冴えてくる、すごい直感が冴えてきます。だからなんかこう、なんていうかな、直感っていうのは右脳でもなく左脳でもないんですよね。何かこうもう一つ違うところにポンってくるんですけども、分かるっていう感じなんですね。考えるんじゃなくて分かっちゃうとか、こうなんか分かんないけどこうした方がいいっていう感じで来るんですよ。でそれはなるべく従った方がよくって、そこをでもこう出し合わせて左脳で考えたりとかして逆らっちゃうと大事なこと外しちゃうんですよね。だからなんかポンってそう感じたらそれになるべく従った方がいい。それがただその直感なのかただの思いつきなのかの差が分かるようにはちょっと訓練しないといけないんですけど、でもそれは従ってみてそうだったかそうでないかでだんだん分かるようになると思うんですけども、なんかその直感が冴えてくるんですね。でその劇団四季話はまだ続くんですけど、その方とまだ1回もお会いしてないまま2週間ぐらい過ぎたんです。で友達と夜飲んでて、ぐらい会うような気がするんだって私が話して、会うかもねって言って、で地元に帰りました。で地元に帰ってふっとこう歩いてたらバイクをひゅって行ったんですけど、その人だって思ったんですよ。バイク乗ってらっしゃるのは知ってたんですけど、なんかその人だと思って、で仕事場に行ってみたらバイク降りてヘルメットを持っていらっしゃったんです。やっぱりその人だったんです。それで暗い中でちゃんと顔がお互い見えないかったんですけど、こんばんはそれはなんか多分直感なんですね。なんか分かっちゃったって感じで、そんな感じで来たり、あとはそうですね、引き寄せる力になるのかな。今回のこの本をね出させてもらった時に、なんか宣伝できたらいいなって。あそこ窓の外だからちょっと寒いですか、暖かくしてくださいね。宣伝できたらいいな、なんかどうしたらいいのかなって、なんかマスコミとか なんかあるといいなって私は思いました。ちょうど2冊に引行される頃に、で娘は娘でもう一人に連れたその講師のルビちゃんってことを、なんかそういう風になるといいねって言ってたら、そしたら美的の方から取材の申し込みが来て、ちょうどその申し込みがあった2日後がルーちゃんの教室だったので、あじゃあちょうど1ヶ月1回しかないルーちゃんの教室で急いでらしたんですけど来ていただいて、で教えていただくことになったんですね。でもその時に私本ありがとうございます、私もちょうど1ヶ月の本出したんですって言ったら、その編集者の方が今鳥肌立ってますっておっしゃったんですよ。全然そんなこと関係なくて何も知らないで、チベット体操っていろんな方がいらっしゃるんですけど、なんかうちにアクセスしてくださったんですね。だからこれは引き寄せてもらうと思うんですけども、なんかあんまり努力しないでいろんなことが叶うようになる感じですね。だから頑張らなくていいという感じで、あとどんどんその精神的にこうチャクラが整ってくるので、どん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 良くなっていくんだと思うんですけども、なんかいろんなことを手放すことができるようになっていくのかな。だから大体こう、ね、何かについて悩んだりっていうのは自分の中の執着ですよね、欲とかね、そういうのが一つ一つこう手放す、全部手放す必要はないんですけど、でもなんかもういらないものいっぱいほとんどの人が抱えてると思うんですけど、それがこうどん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 こう手放せて、で手放さざるを得ないようなことも起きます。それも私が答えそうですね。だから
と思うようなことが起きてくる、うん、でもそれは実際体験してみるとそのことのおかげで大切なことが分かるとか、ね、自分が変わるきっかけになるとかそういうことが起きてきますね。だから結果的にはいいんです。すごくある方うちの教室が最初始めた時に世話をしてくれたさやかちゃんという人なんですけど、彼女はチベタシアで1ヶ月で火事になっちゃったんですよ。多分今のところ私の周りでチベタシアやってていろんなことが起きた人の中でまあナンバー3に入ると思うんですけども、火事が起きて、その頃彼女一人暮らしだったんですけど、お家なんかきれいにしようと思って片付けてて、でキャンドルかなんかアロマのね、キャンドルアロマ炊いててそのまま寝ちゃってたらそれがお布団にちょっと行っちゃって、で気づいてお風呂場に持ってったんだけど、ああいうのって綿の中の方が燃えてると消えたようで消えてないらしくて、で次気づいた時はもう煙もこもので、で2階だったんですけど もう逃げるしかないと思って2階から飛び降りたんですね。で飛び降りたけど怪我はせず、まあ、ちょっとひびもいらず ただちょっとちょっとした怪我だけだったんですけど、で飛び降りたところに夜中の2時頃なのにパトカーが巡回してきてたから言って、パトカーがすぐにその住んでるところマンションに伝えてくれたから、類焼もなく大丈夫で、しかも100メートル先に消防署があったのでもうすぐ消防署来たから全然類焼なしだったんですよ。で彼女は火災保険が入ってたから、まあ燃えちゃったけど金銭的には大丈夫 で専門学校の先生しててちょうど休みに入る時なので学校も休まずに済んで、で実家に帰ったんですよ、新潟の。で私はその彼女じゃなく他の人からさやかちゃんの火事に遭っちゃったっていう話聞いて、で電話しました彼女。そしたらちょうど実家に疲れた時 でワンちゃんの声泣き声とかも聞こえて、さやかちゃんが通じた瞬間におめでとうって言っちゃったんですね。でおめでとうって出ちゃったんです、そういうの。でも結果的に何がおめでとうがさかってたら、彼女は実はちょっとこういろんな自分の抱えてることがあって、まあ、火事で燃えてくれた方がいいことがあったんですね、いろいろね。でもうそんなの全部手放すことができて整理できて、でしかも隣近所の方には迷惑をかけず、まあ、保険屋さんにはねあれですけども、でお金も全部ちゃんと置いて、それと私多分実家に帰られた方が良かったんだろうなと思ってたんです、うん、その時実家にからしばらく離れてらしたので、なんか家族のところに行く必要があったんだろうなと。でそれでその後はとてもいい状態で、で、まあ、結婚も望んでる方だったんですけど結婚して赤ちゃんもできて、まあ、幸せにチベットライフ。そういうなんか、まあ、一見火事なんて言ったら大変なことなんですけども、だけどちょっと荒療治だけど結果的には良いことっていうのが起きますね。あとはうちの、まあ、私自身で言うと私がチベット体操やって何年目かなに、うちの場合はうちの夫の実家が商売してたんですけど、まあ、ちょっと破産してしまいまして、それはちょっと社会的にはねいけないことなんですけど、破産というのは、まあ、夜逃げをして、両親の夜逃げして逃がしてかくまったりとかっていうふうなことが起きたんですけど、それもその時っていうのは大変なんですけど、結果的にはなんかすごい良かったとかね、そこにいる娘も何年生だっけ、高校生だっけ、高校生だったね、高校生だったんですけど、彼女が言ったのがママやねおじいちゃんおばあちゃんたちはね大変かもしれない、大変なことかもしれないけど私にとっては良かったって言うんです。なんでかって言ったらね、このままそうだったら私は出来損ないになってたと、要するに私その頃シナリオライターで、うちは夫がまあそのサラリーマンですけども、やっぱりちょっとお金に対して贅沢な感覚を持っちゃってたと思うんですよね。それがやっぱりおじいちゃんおばあちゃんがそんな大変なことに
になって、でうちの夫もその時に保証人とかになってたので借金かぶっちゃいましたから、でそういうことになってしばらくはお小遣い全然あげられないような状態とかあったし、そういう体験をしたわけです。でそれでいて、おじいちゃんおばあちゃんにちっちゃい時から可愛がってもらってたから、もう本当に大事に思ってるし、うちに関わってた時も息子も娘もすごくいい関係で、恨むことなんか一切ないし、とっても優しくちゃんと接してたから、だから子供たちにとっても良かったし、私的に良かったのは、それまでシナリオライターやっててもあんまり認めてもらってなかったです、家族から。自分が好きでやってるんでしょうっていう感じで、もう私の方の親からすら、母からすら、あんたは自分が好きなことをして家族をね、犠牲して自分の好きなことをしてるみたいに言われてたのが、もう頑張りなさい、頑張りなさいって、そう2時間ドラマでも殺しても何でも、何も選んでんと何でも頑張ってやりなさいって言われるようになり、で夫の両親からもすごく感謝されて、私がシナリオを書いてることをすごく感謝してもらえるようになって、だから何か私にとってもそれはいいことだったし、まあ夫もやっぱり父に対してちゃんと向き合えなかったり、死を乗り越えることができなかったのが、そこが一つ大きな起点になって、そこで彼は相当成長したと思うんですね。だからやっぱりいいことだった、両親にとっては大変なことだったんですけど、であとついでにその実家 の, その, 商売やってたり逃げちゃった後のとこも燃えちゃったんですよ。スケールだったかなんか分かんないですけども、燃えちゃって全部なくなったので、だから、全部きれいになって、で全部きれいになるっていうのは実は流れが良くなるので、それからと私たちは流れがとてもいい状態、夫も私もみんないい状態になってますね。いうふうな、まあ、多分うちのそれとそのさっきの災害の火事は結構大きいことだと思うんですけど、そんなことがね頻繁に起きるわけではないですから、必要なことが起きてくるって感じかな。であとはどっちかっていうと、そうですね、恋人いないからって言って、恋人が欲しいですっていう方なんかは、恋人できるし、それから結婚したいですっていう人は、最後の教室にね、この間結婚できましたって広告に8ヶ月前にやってた方ですね、その方が結婚しましたって広告に来てくださったりとか、自分の望んでることが叶っていく、不思議なっていうか、必然なんですけども、本当の自分とつながっていくので、本当の自分が望んでるものを叶えていく力がちゃんと備わって引き寄せて、そのようになっていく、大事ですね。今何分ぐらい、そういう感じなんです。ちょっと皆さんも書いていただいたことから、聞きたいことですね。チベット体操に関する経歴、なぜ関心を持ち、どこでどのように学んできたかなど、資格をお持ちであればどのような資格があるのかっていうことなんですけども、私さっきお話ししたように若さの泉っていう本を手に入れて自分で自己流でやってきました。だからちゃんとね、どこかで指導していただいたわけではないので、私がお伝えしているチベット体操というのは非常に梶本流なんですね。それを、私自身がやってる中だけじゃなくて、教室をしていて生徒さんに伝えながらより分かってきたことをアレンジしたりとかしてやってるので、そういうやり方でやってます。であとは関心を持ったのはもう単純に若返るってことと痩せたいってことでしたね。で資格は持ってません。でもしね、この資格を取りたいと思ってらっしゃるんでしたら、岡本佳先生とか西川真知子先生の教室だと資格がちゃんとインストラクターの資格が取れると思います。だから資格を持ちたいと思う方はそういうところに行かれると思います。私の場合はこうやって自己流でやってるのと職業としてはやってないので、あくまでもこれはチベット体操を伝えることが、伝える皆さんに対しての奉仕って大げさなんですけども、伝えることを仕事としてはやってなくて、ただ収益としてお金をいただいていることは
子どもたちに、まあ、アジアだけでも今東日本だったり、まあ、アジアって限定してるわけじゃないんですけども、自分の関わってるご縁のあるところの子どもたちにの支援を当てさせていただいているので、そういう意味で資格っていうのは特に作ってません。なんかそういうふうに言われたこともあるんですけどね、学校にしたらどうですかとか、ビジネスでやればどうですかとか、そういうその資格って、これ別に私が勝手に日本なんとか、チベット体操協会とかって勝手に作っちゃえばそういうことでできるらしいんですけど、なんかそういうこと別にしたくないのと、あとはインストラクターというか教えることはできるんです。でもちゃんとできるのであれば、ただ教室をやることに関しては、私のところに来てくださっている方で教室やりたいんですけどという方に関しては、全然教室はやってもらっていいんですけど、ただある程度私の教室を手伝っていただいて、いろんなことをなんかちゃんと体験していただいたりとか、あとはやっぱり自分自身をまあね、もっと簡単に言うとヒーリングする力をつけないと、その自分自身もそうですけど、やっぱりたくさんの方の気を受けちゃったりとか、あとは逆にチベタシアっていきなり具合悪くなる人もいらっしゃるんです。その時にそこをちゃんとヒーリングできるだけの力がないと、やっぱりこれは危険だなと思うので、だから何かそういうことをちゃんと勉強したりとかしてる方だったら教室開いていただいていいなと思うし、実際もうたくさん教室を開いていらっしゃる方いらっしゃいますから、だからなんか どんだけ何をしたら資格取れるとかっていうようなことは私のところはやってるんです。でもできれば本当に教えられる方は増えてほしいなと思ってます。私ができる、私が伝えられるのはもう限りがありますから、だから今もね、四谷の教室も京都の教室もその伝えるときに手伝っていただいてるんですけど、その方たちの中から教えられるようになってくださったらいいなと思ってやってます。チベット体操以外、普段の日常生活で気をつけていることは何か、普段使っている化粧品は何か、20代の時にしておけばよかった、20代の時にああするべきではなかったと思っていることは何か、あまりに遠くて思い出せへん、20代、30年以上前ですね、20代の時にしておけばよかった、20代、私は20代、私結構結婚早かったんですよね。24歳で結婚して25で産んでるから、何ですかね、あんまりあの時にしておけばよかったとかっていうことは何にも思わないですね。今現在あれをしておけばよかったと思うことってないですね。なんかその時その時の自分が選んでることがその時の自分のベストだと思うから、今思ったら全然バカじゃないのと思うことしてたとしても、その時の自分にとってはそれだと思うから、だから特にないですね。20代の時にああするべきではなかったっていうのも、まあ、これ書いた方は20代の方かもしれないですけど、20代の時にああするべきではなかったというか、もう日々ああするべきではなかったの連続かもしれないけど、でもそれも何だろう、というかあんまり後悔はしないですね。基本的に反省はしてますけど、多分娘が反省なんかしてないって言いたいんだけど、反省はしてるんです、一応。でも後悔はしない、多分後悔しないというのは何でかって言ったら、私はいつも自分のしたいようにしてるからだと思います。多分自分がこうしたいと思うことをしないときには後悔する、自分がこうしたいと思ってして失敗したと思うことに関しては反省するんだと思うんです。もうその時こうしたいからこうしたと思ったけど、ああこれ
こうしたの違ってたなっていうのが、じゃあ今度からこうしようって反省する。だけどこうしたいと思ってしたことに関しては後悔しないですよ、自分そう思ったの。だけど例えばこうしたいと思ってるけど頭で考えて、あれはこうでこれはこうでこうだからこうしたい、こうしといた方がいいなとかって思ってした時には、ああやっぱりこうしといたらよかったっていうふうに後悔するんじゃないかなと思うんです。だから私自由人なので後悔はしないです、反省はしてます。で、化粧品、普段使ってる化粧品、今いろいろです。この間までシーボン化粧品というのをやってたんですけど、今はなんかドイツの化粧品で化粧水とオイルだけなんですけど、それをちょっと今使い始めて、まだ1ヶ月使ってるかどうかですね。もういい加減です、超いい加減です。あのいつも娘に叱られます。だからチブタスやったおかげで一応ボディだけは改造できたんですけど、顔はね、なかなか そこまで改造できなくて、それで、いやなんかね、後ろから見たらかなり若く見えるみたいで、ま、ちょっと間違いが起きる時があるんですけど、いやー、さやこちゃん、ママ、顔がなんとかスタイルについてないんだけど、それは努力ですって、それはね、お手入れですとか、そうか、じゃあ、シーモンの手入れいかなあかんわとか、そういう問題じゃありません、毎日の日々の自分の努力ですって言われる。努力ってどうしたらいいのって、そのマッサージしたりとかだけど、それがねちょっとできないんですけどね。顔パンチベントダンスは嬉しいですねという感じです。あと日常生活は気をつけてるっていうんではないんですけど、これもチベット体操と関係ありますけど、食事が気をつけてるわけじゃないんですけども、勝手に変わりました本当に。これは皆さんそうですね、チベタスやってらっしゃる方は、例えばチョコレート中毒だった人なんかはチョコレートを全く食べれなくなったり、なんですかね、ストレスからやってたことっていうのがなくなっちゃうので、お酒をねものすごく飲んでた人は飲めなくなっちゃったりとか、甘いものを毎日ねたくさん食べてた人、それも全部ストレスですからね、それもなくなるし、あと非常に体がこう自然に敏感になっていって、私は牛肉はもう割と早い時期から食べられなくなりました。で今も牛肉以外のお肉って外でなら食べますけど、基本的にうちでは食べられないです。うちではやっぱり野菜、フルーツ、穀物になりますね。あと大豆製品とかで、外では皆さんと就職するときは鶏だったり豚肉だったりとかっていうのは食べますけど、そんなんでも食べるとちょっと夢見が悪くなりますね、調子悪いというか重い、体も重いし。でこれチベット体操と関係なくて、やっぱり動物性のそういうタンパク質っていうか肉類って完全に消化して自分の体の中のものになるまで2週間かかるんです。だから今日食べたものは2週間かかってやっと自分の中に取り込まれる。だからその間中まだちゃんと消化しないものがずっとあることになるわけですよ、ね、だからやっぱりあまり良くないし、あとは植物ってね全部生きてますからね、切っても生きてますよね。だからやっぱり生命力があるし、そういうものの方が実際にエネルギー、本当のエネルギーになる気がします。お肉は全部死んでますからね、死んでるものを最近はご飯をよく食べます。なんかオージャスってそのアイルベーダーの方々のオージャスって生命力をアップするための本を読んだ時に、お米を食べるのがやっぱすごくエネルギーになるって書いてあって、そうかと思って食べ始めたらすごく美味しくって、本当にエネルギーになる感じがするんですね。で毎日必ずご飯食べます、しっかり食べます。しっかり食べて帰って太らなくなりました。ご飯しっかり食べると余計なものいらないし、だから多分どんぶりご飯ぐらいでも食べれるぐらいね、ちゃんと食べたいものなんですけど、エネルギーが高くなりましたね。だからパンとか麺類よりもご飯、なるべく加工してないものの方が
ったエネルギーになるかなと思います。あとは朝は人参リンゴジュースをなるべく飲むようにしてます。ない時は人参リンゴを切らした時は飲まないんですけども、取り寄せて農薬の人参を、ね、農家から入れていただくところから、それ安いと買えますからね、そういうのを10キロとか買ってリンゴ半分と人参2本かな、それを毎朝飲みます。すごく調子いいです。人参リンゴジュースで、うちのチベタイス教室でかなり広まって、人参リンゴジュースでさらにそこから 2,3 キロみんな落としましたね。で肌もすごく、あ、だから化粧品っていうか人参リンゴジュースって肌すごくきれいになります。要するに腸がきれいになるからだと思うんですけど、腸の状態と肌の状態って一緒ですからね。はい、腸の状態が良くなければ肌も良くないから、人参リンゴジュースとあと朝はフルーツ、お腹空いてなかったらフルーツも食べるんですけど、一日だから食事は、まあ、執筆してる時はお昼にもあんまり食べないですね。ちょっとナッツ類つまんだりとか飲み物とか、あんまり消化に負担かからないことをして、で夜しっかり、それがいいということではないんですけど、私の場合はお昼に書かなくておければお昼にしっかり食べたいんですけど、食べると眠くなっちゃうので、だからそういうことですね。あとは本当にチベット体操しかしてないので、本当はウォーキングもねしたいんですけど、なかなかウォーキングする時間を作れないかったりするから、だから歩けるところは歩くし、から駅はエスカレーターでも全部ちゃんと上がる方に行きますし、あとは階段が全部上がりますね。でこれはチベットダンスのおかげですね。もう全然元気ですから、左側の方はよっぽど重い荷物持ってる時だけですね。あとは必ずどんなに大江戸線とか乗って、ものすごくたくさん登らないといけない時でも、タタ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 って上がっちゃう、運動だと一緒ですね。チベット体操を始めたきっかけとその時の状況というのは、すごく落ち込んでいた時に出会ったとか、ハッピーな時に出会ったとか、これは本にはちょっと一応関東のところに書いたんですけども、私は、チベット体操に出会った時というのはラフランス状態でした。ラフランス状態というのはこうですね、ここはドーンと、だからどっちがお腹かどっちがお尻か分かんない状態でした。ボーンとなっちゃって、でそれで中年太りですね、40代入って中年太りして、で、自分では改善する気って別にそんなに特になかったんですけど、母とか息子とかメインとかからどうすんのみたいに言われて、でどうすんのって言われてもなと思ったら、山陽書店に入ったら本がポンってあったんですよ。だからこれやりなさいって言ったんですね。で始めました。で落ち込んでたわけじゃないし、ハッピーだったわけじゃないんですけど、周りからひどいなっていう、どうすんのって言われてた時に出会いましたね。あ、回数の、聞きたいことの中に回数のことで、体調が悪い日など回数を減らした翌日にはすぐに回数を戻しますが、数日間少ない回数をした場合の回数の戻し方は、これはね、チベット体操でだから3回1週間やったり5回1週間やったりとかしてどんどん増やしていくんですけども、増やしていった時にとかじゃなくて、どうしても休まない、ね、休んじゃった時にどうしたらいいですかっていう質問なんですけど、これは例えば17回の回数に入ってて、3日間か4日間休んじゃったとしますね。そしたら、ちょっと戻して、で2回ジャンプずつぐらいでいいんです。だから例えば11回にして、次の日13回にして、15回にして17回に戻すとか、それは自分の感覚でやっていただいたらいいんですけども、その開ける期間によりますけどね、1週間とか1ヶ月開けちゃったって言ったら、私は1ヶ月も開けたら3回からやり直してたんですけど、要するに、もう一個説明しないといけないのは、これはチベット体操っていうのはただの体操ではなくって、チャクラを刺激していきますので、だから回数はもっと守っていただきたいです。回数の増やし方とか、だから例えば男性の方で
いや僕そんなのね、最初の21回からできますけど、21回からやり始めたら事故が起きます。やりすぎはダメです。だからこれは筋力の問題じゃなくエネルギーにかかってくるので、本当にそういう事故が起きたことあるんですね。私が教えた方じゃないんですけど、本を買って勝手にやり始めた方で、その初心者された方がいいなと思ってる感じの、すごくこう重い流れがあること、重い感じの方だったんです。40代の方、その方が会った時に、僕21回やってる、買っていきなり21回やってるって言って、うわそれは違うって思ったんだけど、そしたらしばらくしたら倒れられて、雲ばっかで倒れられて、しばらくなんか意識戻らなくて、戻ってからもうちょっとやっぱり車椅子の生活になっちゃったんですけど、まあチベット体操即そういうことってことではないけど、だけど私の予想では、そうした流れが悪かったわけで、流れが悪いところ、いきなりチベット体操ってものすごく流れ良くなりますからね。だから血管詰まってるのにいきなり流れ良くなったり、あらゆるものの流れ良くしちゃったら、やっぱりトラブル生じると思うんです。だからやっぱり回数が少ない回数から徐々に増やして流れを良くしていくことが大事で、そのことで言うと、チベット体操やり始めたら古傷が傷んだりするんですね。それはどういうことかって言ったら、例えば足首、昔よく捻挫してたとしたら、とか怪我をした場所があるとしたら、それってそこに肉体的にブロックができるというのは、そういう事故とか怪我とかっていうのは、実は感情面で何かしらそこにブロックができるらしいです。で、そのブロックできてるところをチベット体操し始めて流れが良くなりだした時に、そのブロックしてるところが辛いわけですね。それで痛み出したりする。でも別に怖いことじゃなくって、それでそこのブロックを解放していってくるんです、だから精神的にこう感情面でブロックってみんな体の中に持ってるんです。それをどんどん回復していきますから、だからどんどん良くなっていく。傷になっていることが流れが良くなることによって解放されていくってことになりますね。だからどうしても我慢できないこととか出てきちゃう。今まで平気だったけど、私はこのことはやっぱ嫌いだとかね。ただなんか一回だけでチベット離婚とかありましたけどね、報告がね。あと報告なくて離婚したかわかんないですけど、まあ、彼氏と別れたとかっていうのもあるのかもしれないですけど、でもその方の場合は本当にした方が良かった。もうずっとその方報告に来てくださった、1ヶ月後に、入門して1ヶ月後に来られた時に報告があります、運命が変わりましたって言って、私離婚しましたっておっしゃって、その方はこのまま自分の胸の中に暗い雲を抱えたまま一生生きていくのが嫌だと思ったんです。で、思い切って子供と一緒に家を出たんです。で、何の当てもなかったけど、本当に不思議なことに、なんか自分の思ってる家賃で、すごい安い家賃だけど、ちゃんといいところ貸してくださる方が見つかったりとか、何の当てもないけど、もう思い切って出会って、で、なんか明るい顔でね、報告してくれたので、その方の場合は良かったと思うんですけどね。チベットデイリーと名付けてますが、チベット体操をして、それまで赤ちゃんができなかった人で、赤ちゃんできた方がたくさんいらっしゃいます。で、ただこのことに関してはね、まあ、実際私がチベット体操を一緒に始めた、さっき若返っているとお互いに会った人は10年間不妊だったんですけど、3ヶ月で赤ちゃんできて、めちゃめちゃ元気な赤ちゃんになりました。で、すごく生命力がアップすることと、それから多分その例えば婦人科系の調子が悪かったっていうのが、チャクラが、そこのチャクラが整ったので良くなって授かりやすくなったと思うんですね。でも機能的に、例えばその卵管が詰まってるとか、そういうことの時に機能的にす
すぐ聞くわけじゃないから、だからまあ、いろいろ個人格差はあるんですけども、一つ皆さんに注意ご注意していただきたいっていうふうに話しているのは、本当に妊娠しやすくなるんです。だから、今まで不妊症だからできないから早くできたいと思って避妊しないでそうしてるとすぐできちゃうんですね。で1ヶ月でできちゃうとかっていう人がいらっしゃったんです。でそういう方はもともとまだ整ってない時にできちゃってるから、流産しちゃったり、あとはつわりがひどかったりとかするので、だから整ってから3ヶ月ぐらい中途、そして安定して自分の体が整ってきてから妊娠するようにしてくださいっていうふうに話しています。でそれでできてる方はいらっしゃいます。あとはそのチベット体操とはちょっと離れますけども、赤ちゃんはやっぱり授かり物っていうか、本性ね、いくら自分が欲しいと思ってても本当の魂、自分の魂が、魂はそうじゃないことを望んでたり、そうじゃないシナリオを書いてきてたら、やっぱりそれは授からないだろうし、それとあと何ですかね、やっぱりその人自身、赤ちゃんとか子供って親を選んでっていうか、ね、この人とこの人の間に生まれたいと思って選んでくる、ね、魂が来てくれるわけだから、だからどうしてもそこに来てよく来たいと思う魂、ご縁のある魂がなければ来ないでしょうし、それからあとなんか生徒さんの中に1人目はお子さんいらっしゃるんですけど、2人目が欲しいからって言ってチベット体操にいらっしゃって、で20回完成してずっとやってるけど全然できませんって、ね、言ってらっしゃった方がいらっしゃったんですけど、でその方にどうしてねそんなに欲しいんですかって言ったら、今度はね子育てでうまくできると思うんです、そうです、だから全然ちゃんと坊やもいい子なんだけど、でも今だったらね完璧な子育てができると思ってから、それはそんなお母さんのところにはなかなか、ね、覚悟してくる子供いないかもしれないなと思って、まあ、そういうふうには言わなかったですけど、だからやっぱり来てくれるわけなので、だからチベット体操をすればみんながみんな活躍できるということではないと思うんですね。であとは、ね、日本はねなかなかその養子縁組っていうのを嫌いますけど、だから何がしたいのか、子供を育てたいんだったら血がつながってなくても本当に親が必要な子供たちっていっぱいいるし、そういう子供を育ててみたい、子育ての体験をしてみたいんだったら自分が産めなくても子育てをすることができる、それから子供を育てるっていうことで愛するっていうことをね体験したいんだったら、自分の子供ね、血のつながってる子供じゃなくてもそれができるし、いろいろだと思うんですね。だから何がしたいのかかなと思いますね。自分のやっぱりDNA を持ってるものを作りたいと思うんだったら、やっぱしあくまでも妊娠してね産みたいでしょうけども、まあ、そんなことですね。あとはなんかこれ聞きたいことって書いてらっしゃらない方で今ありませんか？多分時間がもうあともうちょっと、はい、私はしてないんですけど、はい、体操やったら時間帯とかっていうのは、一番いいのは朝です。食事の前です。朝ごはんの前、セロトニンの話に戻ると、セロトニン活性化するには太陽の光を浴びながら運動するのがいいみたいですから、だからまあ朝がいいですね。それと朝やれば一日全部ずっと元気できますから。でもどうしても朝できない方はお腹がなるべく空っぽの食事した後に、ね、2時間ぐらい空いてるところで食べれるといいかなと思います。はい、他にありますか？これ時間通り終わらないといけないですか？あ、いいえ、全然大丈夫ですか？はい、色の質問がありますけど、色の話の今日の関連っていうか、いや、いえ、関連っていうか、これ好きな色っていうか、好きな色を必ずしも着てらっしゃるわけではないと思うんですけど、好きな色っていうか、なんだろうな、その人の中に足りない、要するにチャクラって全部色があるんですね。一番下から赤、オレンジ、黄色、緑、
を見たかったのと、その人が好きっていうのはその人が欲してるエネルギーだったりするから、それで今日はどういう方がいらっしゃってるのかなっていうのが、これ本当に時によってブルーばっかりだったり、まあ、ピンクとブルーだったりとかするんですけども、今日はそうですね、今日はいろいろかな。というか紫、この前エナでやったのが紫の方が何かもしれません。紫取り出してますということですね。他にないですか。はい、さっき妊娠の話が出たじゃないですか。はい、もし妊娠したら、はい、チベット体操って、あ、続けて大丈夫なんですよ。私の友人はそれでやってました。ただね、だから本当に安定してから、もうそれこそ完成して、妊娠が完成して2ヶ月ぐらいしたところら辺でできた場合は続けても大丈夫です。でもし心配だったら、安定するまでね、赤ちゃん安定するの心配だったら3回だけにするとかもありですけども、私の友人は臨月までやってました。臨月でね、さっきのポーズってすごいですよ。あれをねやってました。それでめちゃくちゃ元気な、だって結局40歳ぐらいの女だと思うんですけど、超安産ですよ。4時間ぐらいで生まれて、とっても元気な赤ちゃんでしたから、はい、そんな感じです。他にないですか。はい、はい、どうしても叶えたい願いがあるんですけど、はい、結構もう執着に近いぐらい、はい、はい、海外に行きたいんですね。海外に行きたい、はい、行きたくて、はい、で行きたいというのはもう生活をもう移したい、はいはい、どっか国は特別にあります。あ、カナダ。カナダ、うん、1年住んでたんですけど、うんうん、そちらにまた帰りたくて、でもそういうふうになかなかこう帰りたい帰りたいと思ってると叶わないって、うんうん、よく言って、うん、忘れた頃に叶うっていうのが、はい、よく言われることだと思うんですけど、はい、チベット体操をやってても、はい、ずっとそういうふうに叶うに帰りたいと思ってて、はい、こう執着に近いぐらい思っててもこうスッと行ける時は行けるもんなんですか。いや、本当ね、だからそれはなぜカナダに、うん、なぜカナダに帰りたいですか。自分らしく、うん、自分らしく生きられる。自分らしく生きられる。カナダにいると自分らしく生きられるってことですか。うん、日本にいたら自分らしく生きられない。嫌いですか。嫌いなんですか。うん、ベールをかぶらないと、うん、ちょっと、どうなんだろう。なんか多分そこの段階で、うん、なんかこういう質問の答えはね、あの人の得意なんですけどね。サイちゃんちょっと来てダメ？いいでしょ？ちょっとね、サイちゃん答えてあげて。そういうことをもしかしたら嫌いな方もいらっしゃるかもしれませんけど、この人すごいスピリチュアルな能力のある人なんです。で普段はそういうこと一切使わないんですけど、多分私が三次元的に答えるよりももしかしたらいいかなと思って。多分まあ何でしょうね難しいかもしれないんですけれども、まずチベット体操をやってみて、そのカナダに行きたいためにチベット体操をやるっていうよりは、もうチベット体操をやってみて、多分その魂がチベット体操を今魂というか、まあ、ハイヤーセルフとか分かる、分かる、なんかそれ、あ、こちらから、すみません、ずっとこっち見てた。あ、ダメなのよ、もうそこがもうダメなのよ。はい、はい、多分魂の政府のハイヤーセルフっていうのが、まあ、あるんですけど、その高次元のじゃの方が多分チベット体操、今チベット体操っていうのをやりなさいっていうのをおっしゃってると思うんですよ。だからまずチベット体操やってみて、
その中できっと何か変わってくると思うんですね。自分の感情だったりその環境だったり何かポンって変わるものがあると思うので、まずその今チベット体操をなぜ求めたかとかも何も考えずに、きっと今チベット体操をやる時なんです。だと思います。なのでもうやってみて、そこからもうだから考えずにその求めたまま、自分の深いところを求めたままの自分を信じてやってみて、そしたらきっと何かが変わると思います。あのカナダに行ってしまうのか、カナダじゃなくても大丈夫なのか、うん、分からないんですけど、まあ、ちゃんと見させていただいて、間違えて見ていただいて何もないかと思って こちらを見てはちょっとゆっくり見ないと。あ、そうなんだ、うん、私ね、あの全然そういうスピリチュアル的なじゃなくて、感覚、私感覚人間なので、あの今聞いててふっと思ったのは、そのだからなんでカナダに行きたいですかって、カナダに行ったら自分らしくあれるから、やっぱり日本にいても自分らしくあれるようになると思うんです、チベット体操から。もうそれは嬉しいです、うん、でね、それであの日本にいてもあの自分らしくいられるんだけども、なおかつカナダに惹かれる、カナダに行ってこんなことしたいっていう思いがあれば、それは叶うと思います、きっと。ただ今日本にいたら自分は自分らしくいられないからカナダに行くんだっていうのは、その願いの中になんかこうネガティブなものが入っちゃってる気がするから、それでうまく通じないんだと思うんですよね。そうですね。だからなんかもう全然ここにいても OK っていうかね、例えば恋愛でもそうなんですけども、もう誰かがいないと私はダメとかね、そのこういう人じゃないとダメとかって思ってる間はうまくいかないんです。もう自分一人で生きててもハッピー、自分一人で生きてても大丈夫だけど、あなたといたらもっとハッピーだわっていうことが今カナダと思いながらそういう感じだと思うんですよ、うん、だからそうなった時は本当にね、カナダに簡単に行けると思う、うん、で、自分らしくいられるのは日本でもいられるんだけど、なんかもっと深いものできっとカナダに惹かれてるものがあると思うんですよ。そうです、うん、でそれが叶うんだと思う、うん、っていうふうに思いました。行く時期が来たら行けるし、うん、やった。そう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 。行く時期が来たら行けますし、うん、違うんであれば、うん、また違う形で出てくると思います。だからね、チベタスやってください。はい。チベタスやったらね、本当に不思議な声に興味をさせていただきます。はい。カナダに行くことになったら、うちのホームページに連絡してくださいね。はい、ありがとうございます。しゃべとって、はい。はい、他にありますか？いいですか？そしたらちょっと最近、私いつもね、今日その際に本がありますか？あれどこ行った？マイク所長にある？マイクじゃなくて、本。本は控室に置いて。控室に置いてきちゃった？アレックス・ロビラでしょ。アレックス・ロビラ今これ買おう。これはね、青山啓秀さんの祈りの言葉っていう本です。伝統者から見ればすごいとてもいい本なので、こんな祈りの言葉があるんですけども、これ別にあの宗教にこだわってるわけじゃなくて、キリスト教もあれば仏教もあれば、しかもいろんな宗教に関係ないものの言葉を持ってます。その中で大事をなそうとして力を与えてほしいと願ったのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧しさを授かった。
世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、謙遜であるようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。最も小さきものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。人はさまざまなものを願い求める。この詩の作者についてはよくわからないとされています。ニューヨーク大学リハビリセンターの壁に一人の患者が書き残したという説や、南北戦争時の南軍の兵士の言葉であるという説がありますというようなことが、はい、そして、もう一つあります。これは谷川俊太郎さんの本なんですけど、素敵な独り文字という詩集です。で、これこの詩は6月に東日本大震災のためのチャリティーの朗読劇をやりました。その時に原作は青空の方というイギリスの方、アレックス・シャラーさんという方が書かれて、それを、私が脚本にして、彼女が主人公のハリーになってやりました。最後のハリーになっても、久しぶりすぎて、はい、読んでね、上手に。え、マイクなし、マイクあった方がいいの？マイクなくていい？いいよ。マイクあった方がいい？どっちがいい？はい。好きにしてください。マイク、声どんな感じになるの？あれ？入ってる？入ってる。あ、ない方がいいかな？いや、あった方がいいかな。え、どうですか？はい。あった方がいい？どちらがいいですか？先ほど。ない方がいいかな。タイトルかな？うん。さようなら。僕、もう行かなきゃなんない。すぐ行かなきゃなんない。どこへ行くのかわからないけど、桜並木の下を通って、大通りを信号で渡って、いつも眺めてる山を目印に、一人で行かなきゃなんない。どうしてなのか知らないけど、お母さん、ごめんなさい。お父さんに優しくしてあげて。僕、好き嫌い言わずに何でも食べる。本も今よりたくさん読むと思う。夜になったら星を見る。昼はいろんな人と話をする。そしてきっと一番好きなものを見つける。見つけたら大切にして死ぬまで生きる。だから遠くにいても寂しくないよ。僕、もう行かなきゃなんない。はい、ありがとう。みんなね、生老病死、みんな生まれてきて老いて病があり、みんな死にますね。だから私たちここにいる人間もそれは同じことなんですけども、なんかさっき話したその大変なことって、いろんな世の中に起きてくる大変なことって、一面だけを見れば辛くて悲しくてどうしたらいいかあると思うんですけども、そこになんか本当にもう隠されてる愛があると思うんですね。そのことがあるおかげで気づけることとか愛することとかがあると思うので、そういうことをね、大事に、今年起きたことをやっぱり大切に覚えたいなって。ただ悲しむとかただ辛いとかって大切に受け止めて、
私たちは今生かされてますから本当に。だから私は毎日あの瞑想するときに生かしていただいてありがとうございますって必ず思うんですけども、とにかく生かされてますから、うん、で、今日のご縁にできればチベット体操をやってください。で本を読んでご自分でやられてもいいし、教室をやってますから教室の方にいらっしゃってチベット体操をぜひやってください。これからまだまだいろんなことが起きてくると思うんですけど、いいこととか大変なことも起きてくると思うんですけど、そういう波が起きた時にやっぱり自分の軸がちゃんとしてれば、その波に巻き込まれたり飲み込まれたりすることはないの で、チベット体操というのはその自分の軸を整えるための体操です。本当の自分とつながって自分の軸をしっかり持つことができる体操なので、ぜひやってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日はお忙しい中お越しくださいましてありがとうございました。ではこれで終了させていただきます。ありがとうございました。